高橋彩音です。今回は新メニューを考案されたということで、そばどころ中田さんにやってきました。ということで早速行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。こんにちは、高橋彩音です。よろしくお願いします。今日はスタンプラリーの新メニューを考案されたということで、早速お願いしてもいいですか。はい、作りますので少々お待ちください。はい、お願いします。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。カツが分厚いです。お肉がすごい柔らかくて、そのカレーもちょっとピリ辛なのと、その味とお肉もすごい相性バッチリで、すごい美味しいです。すごいカレー美味しかったです。コントロリーお願いします。今回は新メニューを考案されたということで、気まぐれダイニング待ち伏せさんに来ました。ということで早速レッツゴー。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。今お作りしますので、少々お待ちください。はい。じゃあお待たせいたしました。馬肉入りクリームカレー春巻きですね。ありがとうございます。いただきます。皆さんもいっぱい食べて、いっぱいスタンプ集めて、応募してください。高橋彩音でした。バイバーイ。こんにちは、高橋彩音です。今回新メニューを考案したということで、高級さんにお邪魔します。それではレッツゴー。こんにちは、高橋彩音です。お願いします。こんにちは。今回は新メニュー考案されたということで、早速お願いします。はい、今お作りします。少々お待ちください。はい、すごい美味しいです。外がそのサクサクで、中のお肉はなんかジューシーで柔らかくて、そのカレーの風味もとっても合っていて、とっても美味しいです。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。スタンプお願いします。ありがとうございます。ハリキューさんのカレーチキンナゲット、とっても美味しかったです。これでスタンプが6個貯まったので、あと5個集めて高橋彩音賞をゲットするぞ。
皆さんもたくさん食べて、たくさんスタンプ集めて、頑張って応募してみてください。バイバーイ。